皆さんこんにちは、ワンダリクルビジです。では今回は大戦略大東亜攻防史3続きをプレイしていきたいと思います。日本軍担当しています。今回はビルマの侵攻戦ということで、新しいステージになりますね。こちらをプレイしていきたいと思います。作戦の詳細は後ほどナレーション付きで確認をしていただきますので、先に編成だけ、ご説明させていただきたいと思います。まず今までですね、戦闘機は冷戦の11式を使っていたんですけども、これをチェンジしまして、まずはですね、複座式の闘竜、これを3、4人ほど用意しました。複座式戦闘機闘竜ですね。でさらにですね、冷戦も11式から21式にアップデートかけています。なので11式は全部解体して闘竜と21式に変更したという状態です。その他大きく変更はないんですけども、あの爆撃機ですね、97式の重爆撃機、これに加えてですね、ドン竜、これも新しく生産しました。まあ、爆撃機の威力は前回の植木諸島の攻略戦で痛いほどというかね、本当に助けられたので、うまく爆撃機を使って、敵のね拠点を潰していければいいかなというふうに思っています。では早速プレイの方を始めていきましょう。はい、今回ビルマ侵攻戦になります。まずマップですね、確認しておくとですね、ラングーンがここにあるので、侵攻ルートとしてはラングーンを通って、その後ですね、マンダレを目指していくというのを一つ侵攻ルートにしたいと思います。なので、まずは、ラングーンから攻略戦を開始していきましょう。で基本的にはですね、航空機で敵を壊滅させつつ制空権を取って、その後ですね、陸軍を送り込んでいこうというふうに思っていますので、まずは航空機から出していきます。偵察機から無難に飛ばしましょう。ラングーンにはやっぱりそれなりに敵がいますね。イギリス軍もいるし、中国軍もいるという状態なので、まあ、慎重に進軍を始めていきます。まあ、しっかりと敵の位置確認して、その後冷戦部隊で敵をね一気に壊滅してしまうという戦いになりそうですね。だいたい進軍ルート上にいる敵の配置は分かりましたので、ここから我が軍が誇る航空隊を一気に出していきましょう。トリューと冷戦の21式ですね。これでできるだけ数を削っていければいいかなと思います。では戦闘機に続いて爆撃機も出して、敵の陸上部隊ですね。これを潰していきます。対空用の火器が出てきた時だけ注意しましょう。それ以外は戦闘機で、あるいは爆撃機、これを使って敵のね、陸上部隊を潰していくというのが、おそらく一番やりやすい、戦いやすい、いい内容になるかなと思いますので、四股玉爆弾を積んで攻撃していきましょう。これは冷戦の認知識ちょっと突出しすぎたかな。敵がね、奇襲というか遭遇戦になるとどっちに転ぶかわからないというのがあるので、まあ、できるだけ偵察機が偵察を完了した範囲での行動というものをまあ心がけてはいきたいと思います。あと敵の戦闘機もこの程度の数は済まないと思いますので、我々もですね、航空機、特に戦闘機ですね、これを護衛としてつけて、できるだけ味方の損害が出ないように気をつけたいと思います。一方で飛行場の数、まあ、つまり降りられる場所というのは限られているので、出しすぎにもね注意しなきゃいけないと思うので、このあたりはバランスをしっかり見ながらですね、うまく戦っていければいいかなというふうに思います。では続いて、陸戦隊も出していきましょう。まずは歩兵ですね。これで少し強行軍になったとしてもですね、無理くりにでも進行して
占領できるところは占領しちゃいます。で、無理しても届かない人たちをですね、トラックに乗ってもらって、トラックから次の拠点を目指していってもらいましょう。ではこの段取りで時間を進めていきます。はい、まずラングーン上空の制空権は完全に取りましたので、あとはラングーンに駐屯している、主に中国軍になりますかね、これを撃破してラングーンの占領から始めていきましょう。ここにはですね、中国軍とあとはまあイギリス軍ですかね、装甲車、あとは歩兵積んだり高射砲なんかもあったりしますね。ここをちょっと注意しながらすり抜けていきます。まずは装甲車とかね、戦車とかタンク系から潰していきます。ここのマップに関して言うと、もうちょっと爆撃系を多く持ってきてもよかったかもしれないですね。敵の陸軍戦力が思ったよりも多いので、これを駆逐するには、冷戦2式の艦船戦闘機よりも爆撃機とかの方が多分ね、力を発揮しやすいかなと思いますね。追加で爆撃機を投入する、生産する、というのもね、ちょっと考えておきたいと思います。さあ、敵もラングーンを守るためにだいぶラングーンに近づいてきてる気配があるので、もうこれ早いもん勝ちというかね、どっちが先にラングーンを取るかっていう競争になってるので、一刻も早くですね、部隊を送るためにラングーンへの近道上にいた敵部隊をまずは撃破しました。これで、この後ですね、歩兵部隊を送っていきます。ではまたね、この一帯の制空権取りましたので、戦車部隊を前進させて進軍していきます。まあ、この戦い方がセオリーなのかもしれないですね。きっちりと制空権を取って、空の安全を確保してから、部隊を、ね、進軍させていくと、まあ、基本だと思うんですけども、これをねちゃんと徹底、していきましょう。そうすると結果的に損害もね、だいぶ少なくて、済んでいるというところもありますからね。航空隊はあらかた全部出しましたので、ここからですね、砲撃で使う速射砲、対戦車砲、対空砲、キャノン砲、このあたりをどのタイミングで出すか、あるいは出す必要がないかっていうね、そこの見極めですかね、そこもちゃんとしていきたいと思います。ではラングーンの占領戦に入りました。まあ、一刻も早くラングーンは占領したいところですが、一部敵も駐屯してたりするのが残っちゃってるので、これをね、倒すということもやっていきたいと思います。これでラングーンの占領がねできそうですね。ラングーンの占領が完了したら、さらにね、大きな部隊を動かせるようになりますので、まあ、安定的にね、大部隊を出していけるようにしていきたいと思います。まあ、ただ敵も奪還に向かってくる可能性はありますので、そのあたりはねしっかり注意をしておきたいと思います。では次、門、ちょっとあんまりごめんなさい、勉強不足で知らない都市ですけど、門の攻略に開始します。で、門が取れればですね、もうマンダレーまで目と鼻の先というところまで近づいていけますので、この門の攻略を、今回はね、重点的に、やっていきましょう。まあ、本当に爆撃機がここまでのプレイしている感じだと強いなっていう印象があるんで、まあ、爆撃機の運用をどういうふうに、まあ、うまくやるかっていうのがね、多分攻略の一番のポイントになるのかなと思います。強い爆撃機ではあるんですけども、まあ、弱点もあってですね、特に敵の戦闘機に対してかなり脆弱ではあるので、しっかり守ってあげるっていうのがね、やっぱり大事にはなってきますね。しっかりと爆撃機は冷戦2-1式で守ってあげるっていうね、そういう戦い方をしていきたいと思います。
では門の飛行場も取りましたので、これで門を前線拠点にしてマンダレーに爆撃もできそうかなというそういう状況になってきましたね。なのでこの門の前線飛行場を大事に使いたいと思います。まあ、第二次大戦はね、特に飛行機技術が発達して、最終的にはその飛行機技術で先行していた日本がアメリカに追い越され、敗れたと言っても過言ではないと思うんですけど、このゲーム上ではもう完全に航空機一強ですね。航空機がないと、ちょっとまともに作戦ができないっていうぐらい航空機が強い。なんで、お金をだいぶ使って、開発費がねちょっと遅れてしまっているという状況ではあるものの、とにかく今航空機を大量に生産しているっていうのが僕の今のプレイの状況なんですけど、これなんか自分で言ってて思うんですけど、なんか対戦中の日本と同じようなことをやってやしないかと不安になってきますね。今手持ちのね資源お金を使って航空機を量産してますけど、その分開発に使うお金が不足しているので、開発が表に進んでいないっていう状況があるので、これが本当に悪い方向に出なければいいなっていうね、もうそれだけですね、思いとしては。では、門を前線基地にここから、マンダレを目指して進撃を開始していきましょう。ここも同じく冷戦をはじめとした戦闘機でね、制海権を取って、敵の地上部隊を確実に消耗させながら進んでいきます。でその後にね、チハなどの中戦車、そして最後に陸戦隊という形でね進めていきたいと思います。セントドーザーっていうのが全く聞いたことがない兵器なんですけど、これなんでしょうね。ちょっと気になるセントドーザー、パッと見はブルドーザーのようにしか見えないんですけど、このゲームではね、工作機っていうユニットもあって、橋を建てたりとか、破壊された橋を修復したりとか、まあそういう任務を行う、ものもあったりはするので、もしかしたらそのセントドーザーもその一つかもしれないですね。今前線基地も使ってるんですけど、あと民部もですね、これ航空基地になってるので、この民部もできれば取りたいなと思ってます。で、民部が取れれば民部も前線基地に使って、それこそ、波状攻撃をね、マンダレに対して行うことができるかなと思うので、なんとかここは、うまくですね、民部、ここにある民部の基地、これもね、航空基地になりますけども、取りたいなと思います。さあ、民部の飛行場を取りましたので、民部からもね、補給して、前線に航空隊を送れるということで、ご覧のようにマンダレ上空に大航空隊を派遣している状態です。このままマンダレーにね、主にイギリス軍が増援、支援、サポートという形で入ってきてますので、このイギリス軍をね、撃破してマンダレーを、まあ、破壊するか、占領するか、進めていきたいと思います。はい。マンダレーの破壊完了しました。マンダレーを、まあ、できれば破壊じゃなくて、本来だったらね、マンダレーに関しては、占領の方がいいのかなと思ったんですけども、イギリス軍が展開するのが早かったので、マンダレは爆撃機を派遣して破壊という形にしています。なので残ってるね、今度はこのイギリス軍の拠点、ここを潰してこのステージクリアに持っていきたいと思います。では、イギリス軍もね、ほぼほぼ殲滅しましたので、このステージクリアに持っていきたいと思います。はい。これでステージクリアになります。やっぱり冷戦の11から21にアップグレードかかっただけで全然違いますね。あとは爆撃機ドンリューも強かったです。はい。ではね、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。開発を全くしていないので、今、この戦いはね、確かに冷戦の21式で、干渉することができましたけど、ちょっとこの先が少しね心配かなという気はしています。